ありがとう。ちょっとだけ。ごめんなさい。だから病気ってわけじゃないし、一応行けるところまで行ってみたいの。ありがとう。ちょっとだけ。昨日はちょっと夜更かしして、11時くらいだったと思う。今日のお弁当の準備をしていたら遅くなっちゃってね。あんまりないからね。純也さんと一緒にお弁当を食べる機会なんて。でも、外で食べる機会は滅多にないよね。そっか。
嬉しかったから。でも、体調が悪いのは、その理由だけじゃないんだけどね。なんでもないから。鳥居があったんだよね。すっかり忘れていた。こんなに大きな鳥居があったなんて。え？私は、その、行けないから。朝までは何ともなかったんだけど、歩いてる途中で急に。一応準備はしてあるんだけど。
何か役に立つといいね。でも、小さい頃のことだからよく覚えていないけど、あそこの神社って石碑とかあったような気がする。だからそこに書いてある文字とかを読めば何かわかるんじゃ。そうなんだ。無駄足を踏ませちゃったのかな。結構アバウトなんだね。そうかな。でもそれは純也さんも一緒じゃないかな。気を使うってこと。さっきも気を使って休んでくれたし、それに荷物も持ってくれた。自分では気がつかないものなのかな。純也さんを知らないからだと思うけどな。照れてる？ああ、なんでもない。それよりお弁当全部食べてくれたんだ。言いたいことを先に言われちゃった。褒められて嬉しかったから笑ったの。え？それよりおやつを持ってきたんだけど食べる？ちゃんと用意してあるから。はい、どうぞ。
風が気持ちいいね。初めてここに来た時にこう思ったの。ここからなら街が全部見えるって。みんなそう思うのかな。りんちゃんらしい。違うんだよね。ここから見える景色って言っても全部は見えないんだよね。こんなに広くてもほんの一部なんだ。私この街のことは知っているつもりになっていた。全部知っているような気がしてた。でも今ここから見ていて気づいた。ここから見えるところでも全部は行ったことがないんだなって。でその山の向こうにも町があって、さらにそのずっと先に東京があるんだよね。純也さんはそこに行くんだ。わかるよ、きっと。お祭りなんだ。初めてだなと思って。じゃなくて、純也さんから誘ってくれたのが。うん、いつも私やりんちゃんが誘っていた。りんちゃんはお祭りが好きだから。そうかもしれないね。そんなことない。でも
でもない。ううん、私から誘っておくから。純也さん、純也さん、ここ、うわぁ！大丈夫、ありがとう。ん？ああ、うん。りんちゃんは昨日ちょっと騒ぎすぎたみたいで。体調を壊しちゃったみたい。
こなら大丈夫。こうすればいいんじゃない？だって鳥居の下はまずいけど、迂回はするなとは言ってないから、臨機応変。帰る？綿菓子。水風船。焼きトウモロコシ。金魚すくい。なんで？うちで買おうと思っているんだけど。え？それはもちろん私の家とか。純也さんの家とか。学校？職員室にはまだ置いていないと思うけど。じゃあ、りんちゃんにお土産ってことで、ね。うん、頑張るから。すいません、一回お願いします。金魚を取ればいいのかと思って、どれもすごく可愛いから。
ですか？どれを取るか迷うかもしれないので、時間がかかるかもしれないんですけど。ありがとうございます。まず、一匹目。おかわりいいですか？はい、もう金魚が溢れそうなので。面白かった。持って帰りたいんだけど。
そうだけど。そうだね。なんですか？私に聞かれても困るんですが。私？純也さんと一緒にお祭りに来ただけ。そのつもりなんだけど。ですか？そういうつもりじゃなくて、すいません。取れなかったんですか？
私も金魚を取ったので、よかったらお見舞いにしてください。私の家にはもう金魚がいますから。はい、後で金魚鉢ごと持っていきますから。いえ、どうせ私の家には金魚鉢もたくさんありますから。そういうわけですから、どうぞ気にしないでください。いえ、よかったら一緒に回りませんか？誤解なんだよね、やっぱり。なんでもない。ちょっといい？そんなに時間はかからないと思うから。
純也さん？純也さんがいなかったから怒って帰っちゃったのかと思って。そうだったんだ。いつにするの？ゆうなちゃんのお見舞いにも行かないといけないし。なるね。ゆうなちゃん喜んでくれるかな。そうだね。お見舞いに来たんですけど、ご迷惑だったでしょうか。日高先生と会った時に金魚を持ってくる約束をしたので。どうぞお構いなく。
よかったら、取り込みに行ってきてください。私たちでよければ、その間、ここにいますから。幸次郎さん？とりあえずお茶でも入れるね。大丈夫。誰にも言わないから。でも、幸次郎さんだったら、そういうファンが多いんじゃないのかな。
内気な子だったんだよ、きっと。なんとなく、わかるような気もする。それだけでもすごく嬉しいことだったんだね、ゆうなちゃんにとって。ごめんなさい。大丈夫だよ、幸次郎さんならきっと。幸次郎さんは優しいんだね。誤解？ひょっとして全部断っていたとか？幸次郎さんは、ゆうなちゃんのことを、All right.